こんばんは、タツニーです。こんばんは、ユミネーです。ねえねえ、ん、なんか疲れてない？今ねちょっと最初の挨拶もちょっと元気なかったかな。うん、なんかお疲れモードですけど、どうしたんですか？いやー、公開収録も終わってさ、うん、まあ本当みんなからすごいいい評価をいただいてね。はい、ありがとうございます。とても良かったんだけど、うん、10月ってさ、うん、とっても大切な月なのよ。何？ハロウィン？ハロウィン、ハロウィン。ちょっと元気になってる。元気になっちゃってる。じゃなくて、何？潮風の、うん、周波数変更申請っていうね、うん、要は年に2回、3月と10月に、うん、まあ、ちょっとね、書類仕事があるわけよ。うん、でこれは世界的な周波数の電波改変っていうのかな。短波ってさ、前説明したかな、夏と冬ではさ、うん、届き方が違うというのを話したことあると思うんだけど、うん、今までは夏用だったのを、うん、冬用に変えないといけないよね。それってなんか気温とかそういうのもあるんですか？そうそう、あのね、太陽の角度が当たるのが変わるでしょ、うん、ああ、なるほどなるほど。冬って斜めから当たるでしょ、うんうんうん、そうすると、うん、地球の周りに電離層っていうのがあって、うん、それの活動が冬になると弱くなる、うん、それでまあ周波数を変えていくんだけど、うん、それの変更申請っていうのをやらなきゃいけない。そのためにいろんな準備をして、周波数も選び、うん、それでそれを申請書を書いて、うん、それを総務省に届けるってことをするわけ。総務省に行くの？総務省行くよ。その顔で。顔は関係ないだろ。だって絶対職質されるでしょう。まあ、されたことあるね。だよね。うん。うんうんうん、いつもほら、俺このまま行くから、だってさ、じゃあ、爆弾が入ってるようなでっかいリュック背負っていくでしょ。爆弾入ってるようなな。ちょっと金具がいっぱいついてるな。そう、やばいよね、あれ、うん、あれにあれ背負って帽子かぶってサングラスで絶対やばいよ。でもね、うん、もう顔パスだよ俺。全身真っ黒で行くじゃない。そうよ。どちら行かれますかって一応聞かれるけどさ、うん、関東総統ですって言ってもうサクッと入れるもん。そうよ。でな、うん、面白い話しようと思ったわけよ。何何、ね、そこの総務省が入っているビルに、うん、こうエレベーター乗るじゃない、うんうんうん、どこどこの階に何って書いてあるでしょ、うんうんうん、でそこに、うん、俺は22階23階かな、うん、まあ、最上階ぐらいまで行くわけよ、うんうんうん、途中ずっと通過点に行くと、うん、ふと半分ぐらいまで行くとさ、うん、目がパッと止まるところがあるわけ。何？関東丸役取締部って書いてあるのよ。そんなの入ってるの？ちょっとさ、ドキドキしな。麻薬取締部？うん、なんか警視庁とかにそういうのありそうだけど。ありそうだよね、うん、そんなの総務省に入ってんの？いや、そこはね、多分血が別じゃねえかな。雑居ビルだから、うんうんうん、役所のね、合同庁舎だから、多分そこは違うと思うのよ。でもその麻薬取締部っていうのがさ、うん、とっても気になるじゃない。そうね、毎回気になってさ、うん、なんか一回押してみようかなと思うけど、うん、入れないかね、やっぱり。なんかな、だって怖くない？なんか取締部っていうか取締られ部みたいな顔ですもんね。いきなり降りたら逮捕されるみたいな。そう、そんなことがあっちゃいけねえけどな。なんか麻薬犬とかに囲まれてさ、ドーベルマンとかにバーって。なんでだよ。そんな食いちぎられちゃって。ここに、ここに。そうそう。というのがあるんだよな。今度行ってみてくださいよ。今度行ってみようよ。弓にちょっと押して降りてってみ。いや、無理ですよ、私は。なんで？捕まっちゃうから？いや、私は大丈夫か。タツニーはダメだけど、私は大丈夫かもしれない。あ、そう？うん。いや、もしかしたら捕まっちゃうんじゃねえか？そんなことないですよ。それでは、参りましょう！はい。タツニー、ユミネーの、俺がやらなきゃ、誰がやる？この番組は、すべての日本人拉致被害者救出のために活動する、特定失踪者問題調査会の提供でお送りします。さーて、今週の一曲目だ。はい。それでは、北海道が誇る歌姫です。
中島みゆきで糸。いや、いい曲だな。本当だね。これはまあこの間のね、公開収録で立川第七中学校の子たちがさ、まあこれをバックのハーモニーにして、はい、あの語りをやってくれたんだよね。そうですね。本当まあ去年の10月もすごかったけど今年の10月もすごかったよ。本当だね。なんかたくさん。タツにお手紙いただいたんですって。そうなのよ、もうね、すごいよ。どれどれ。参加した子たちがほら見てこれ。わ、本当だ。ねえ。すごいね。すごいでしょ。ちょっと紹介しようか。あ、そうですね。ねえ。ちょっと読んでみていいですか。はい。2年の池上かほちゃん。あ、かほちゃんね。かほちゃんね。はい。横田めぐみさんの誕生日の10月5日は、横田夫妻にとって60年前は喜びと希望で溢れる日だったと思います。1年に1回の誕生日は生まれた瞬間の喜びとありがたさを思い出してもう一度希望をかみしめて生きていく自分にとっての1年のスタートとなる日です。なんと素晴らしいことを言うのこの子は。びっくりしちゃった今私。これ中学生なの？いやー。すごくない？すごいよね。これが自分の言葉だからね。すごいよね。うん。家族も生まれた瞬間の感動を思い出すと思います。誕生日のあり方さえも奪い、持ち去っていった拉致問題。たとえ、どんな特別な日でさえ、家族との再会を許さない冷たさ。そして、ここまでも冷酷な問題を無視し続けた日本人の心の貧しさ。それは、拉致被害者の方々が日本からいなくなってしまったことによって生まれたものです。いや、中学生が書く文章じゃないよね。違うね。っていうかもう、今ので考えさせられちゃった。そうか。生まれたね、誕生日ってそういうことなんだよね。そうだよ。そっか。まあね、めぐみちゃんの方は俺よりもちょっと年上になるんだけど、やっぱりこの60年という、同い年だからさ、なんかすごく刺さるよね。ねえ、すごいね。なんかいろいろ、すごい長い、皆さん書いてくださってるんですけど、まあもうちょっともし紹介できるんだったらね、ちょっとずつでもさ、そうか、まあこの日ね、めぐみちゃんの誕生日だったからみんなそういうのことを書いてますよね。あ、そうだね。めぐみさんの誕生日の日にこのような素敵な経験をさせていただけたこと、深く感謝していますと。今回めぐみさんにとって最高の誕生日プレゼントとなるような発表ができていたら本当に嬉しい限りです。私たちの発表の前に村尾さんのお話を聞かせていただいて、初めて知ったことがたくさんありました。自分は勝手に拉致問題を知っている方だと思っていたのですが、この前の会に参加された方々や村尾さん方は私なんかよりも10倍100倍と拉致問題を考えてきた方々で、自分は知らないことの方が多かったです。そっか。周りの人に伝えられたり訴えられたりする前に、自分たちがもっともっと興味や関心を持って知らなければならないなぁと感じましたと。本当に素直だなぁ、梶原桃子ちゃん、すごいね。なんかすごいね、この子たちは。いやー、だからやっぱこれは先生のもちろん教育のおかげなんだよね。だからこそこういう考え方も生まれるし、でやっぱ自分たちと同い年の子供が、まあ、北朝鮮に連れて行かれたっていう、多分これ知らなかったってたくさん書いてあるんだけどさ、中学生ね、なるまではもう拉致なんてことも知らなかったよって書いてあるんだけど、まあ、そういうことを初めて知って、まあ、どう感じるのか、すごくやっぱなんかいろんなところに思いやりを持たないとさ、こういう文章は書けないしね。いや、本当ですね。今回話してくれたメンバーって1年生もいたんですってね。そうなの、いた。半分ぐらい1年生だった。すごいよね。この間まで小学生だからね。そうだよ。この子なんかちょっとあれですけど、加瀬ひかりちゃんっていうのかな、ラジオの裏側なんて初めて見たので
なんだかすごく嬉しかったです。ああそうか、うんうん、この私たちの言葉で拉致被害者の方々を一人でも助けることができるならば、私たちは全力でこの活動を続けていきたいです。うーん、ねえ、この前まで小学生とは思えない1年生でしょねえ、いやすごいね。いや本当ね、半分1年生連れてきてくれたから、うん、本当ちょっとびっくりしたのね、うん、もうこんなにね、うん、いろいろ勉強したんだなと思ってね、うんうん、いやこの子とかもね、うん、今回はこのような機会をありがとうございました、うん、まあ、こういうふうにあの辰にありがとうっていう、村さんありがとうっていう言葉が皆さん書いてあるんですけど、うんうんうん、この子は特に、うん、私は中学生になるまで、うん、拉致問題という言葉を知りませんでした。あ、そう ね, ね、うん、もしここで知れなかったら募金や早紀江さんが行っている署名を無視する側だったかもしれません。あ、そうだよね。そう考えると本当にこの活動にができてよかったです、うん、なんかさ、たくさんこういうありがとうございますっていう、この思いのね、うん、強いメッセージがあるんですけど、うん、この子、ちょっといいですか？なんだね。中村小町ちゃんね、うんうん。10月5日に私たちを北朝鮮向けラジオに呼んでいただきありがとうございました。うんうん、その当日、私は参加できなかったのです。あら、おお、そうなんだ。ね、うん。拉致問題への関心がさらに深まることができました。うん、ね、何かで来れなかったのかな、練習とか結構したから、ね、そこは参加してたのかもね、うんうん、これは村尾さんのおかげでもあるので、うん、本当にありがとうございます、うん、そうか、来年日本国民に訴えたいことが言える機会があれば、うん、訴えたいなと思っております。え、1年生、うん、すごいね。改めて10月5日立川七中をお呼びくださってありがとうございます。うーん、先生みたいだね。本当だよなすごいねこの子。本当だね、しっかりしてんね。うーん、ね、本当に、まあ、さっきも言った時はこれね、本当あの佐藤先生がしっかり教えてるから、うん、こうやっていろんなことを考えた子供ってやっぱ感受性だからさ、こういう何かテーマを挙げて、うん、そこにやっぱこういろいろな思いをさ、そうね、自分の言葉で考えて言えるっていうのは大事ですからね。そうこれがまさに教育だよね、うん、なるほどね。佐藤先生って多分聞いてる方わからないと思うんですけど、うんうん、どういう方なんですか、ね、っていう。佐藤先生は、うん、横田めぐみちゃんが通っていた新潟県の寄居中学校で、はい、うん、佐藤先生の下の兄弟が横田めぐみちゃんと同級生、うんうん、で佐藤先生はその一つ上の学年だと。だからまあもちろん同じ寄居中学校 で,、うんうんうん、でまあもちろん当時はまあたくさんいろんなことを知ってるわけだよね、うん、でそれが今、まあ、立川、ね、東京都でまあ 教員になって、うん、同じ問題を教えてるわけ。なるほどね。もちろん学校にも早紀江さんが来て講演したり、うんうん、いろんな試みをやっていて、うん、学校のね、うん、教室に行くんだけどさ、うん、こうあの廊下の壁があるじゃない、うん、そこにいっぱいそういうね新聞記事とか、うん、そういうのがこう飾ってあったりして、うん、まあ、学校にいろいろやってきたことがあるんだけど、うん、まあ、この語りというのをやったのが多分4年前ぐらいかな。多分政府の仕事かなんかの時かな、うん、に一緒になって、うん、それでこれをやってたわけよ、うん、でもそれはね歌と歌の間の短いやつだったの、もっと、うん、これこんなね全面語りではなくて、うん、でこれをもうちょっと変化したものがいいなというのはちょっと思っていたり、うん、いろいろしてたんだけど、うん、まあ、去年の10.21 のさ、うん、新宿でやった時に、はい、やっぱりパッと頭浮かんだよね、うん、この子たちがもし来てくれたら、うん、まあ、どんなにこう観客の人たちにね訴える力があるだろうと思って、うん、それで佐藤先生に連絡したわけよ。なるほど。そしたらまあ喜んで受けてくれて、うん、あの時はもうちょっと多かったよね多分ね、この、あ、そうですね、わらびよりね、うんうんうん、多かったけど、うん、15分ぐらいかな、うん、あの3曲分ぐらいを
まあ、語りでやってくれて、うん、でね、まあこれはそのなんつーの、うん、教育のこともやっぱ今言ったけどさ、うん、やっぱね大変なんだよ、うん、佐藤先生やっぱね昭和のスパルタ先生だから、うん、いや今はもうそりゃ大変でしょう。そりゃ本当に大変で、親とかさ、うん、説得するの大変じゃないですか。で今回だってちゃんと一人一人全部親に説得、うん、てかまあ連絡をして、うん、OK もらって、うん、みんな子供たちは来てるんだけど、うん、多分ね今みたいなお手紙なんかをさ、うん、うちで書いてるはずなんだよ、うん、ね、宿題とかさそういうのの合間とか、うん、まあもちろん学校でも書いてるかもしれないけど、うん、そうするとさ親御さん絶対見てるはずだよね、うん、そうですね、自分の子が何書いてるかさ、うん、どんなことを言うか、うん、今日学校でこういうことやったんだよとか絶対話すはずだから、うん、その上で多分送り出してると思うんで、うん、多分この子たちはね卓球部なのね、うん、その卓球部の親御さんたちはそんなに、うんうん、まあないんじゃないかなと思うんだけど、うん、ただ、うん、まああんまり大きな声では言ってなかったけど、うん、親御さんからそういうことを言われることはあんだって、うん、今特にそうでしょうね、うん、いろいろうるさくなってますもんね。そう、あとはね学校の先生だって、あ、うん、なるほどね、先生同士からそういう、うん、まあこれはまあもちろんカリキュラムにないものだし、うん、しかも卓球部の中でやったりしてるから、うん、まあ面白くない人もいる、うん、まあね、校長先生なんかまさにそうだって言ってたよ、うん、そうするとさ、うん、変にこうね、うん、まあ要は査定じゃないけどさ、うん、まあそういうことやるわけだよな、うん、そうなった時に違う、例えば学校に飛ばしちゃうとか、うん、そういうことも十分あり得るらしいの、うん、で卓球部の顧問が続けられないとかね、うん、まあそんなことも聞いたことあんのね、うん、まあ僕はほら、うん、昭和のね、男ですからね、そう、だから全然平気だしやっぱそういう先生にさ、うん、まあ、ビシビシやられて、うん、育つわけじゃない、うん、ねえ、うん、まあ、ユミネームスカート引きずってさ育つわけじゃない、なんでそこ昭和だからねそういうのとは今全く違うという環境の中で、うん、これをね、うん、貫くっていう、うん、大変だと思いますよ本当にことがすごい、うん、なんとかこれはまあ、その最後まで先生がもう先生辞めるまではこう全うしてもほしいし、させるようにしなきゃいけないかなと思ってさ、まあかけながらいろいろねこう力になれればいいかなと思うんだけど、まあでもこうみんなが手紙に書いてきてる通り、やっぱりさ学校で一生懸命これをやっていても多分ねどっかに披露したいんだよ、そうなんだよね、それで初めてこうステップアップできると思うんだよね、もちろん先生からいろいろ教わって、うん、これは大変なことだと、うん、自分たちも何かしなきゃいけないと、うん、この国はおかしいんじゃないかとか、うん、いろいろ思うわけだよ、うん、こう子供ながらにね、うん、それがああいう文章になってくるわけじゃん、うん、これをさ外に向かって訴えた時に、うん、やっぱはるかにこの達成感とか、うん、正義感とかさ、うん、思いやりとかものすごい俺はね膨らむと思うのね、うん、でそれを作ってあげるというのが、まあ、まさに俺の役割というかさ、うん、ね、学校だけにはとどめておかない、うん、ということを本当に感じる手紙だよね、うんうん、そうですね、うん、いやそれをとても嬉しく思ってくれたわけじゃない、うん、朝もさもうこの当日の朝もさ、うんうん、8時ぐらいに行ったんだけど、もう子供たち来ててさ。うん、すごいね。キャーとかさ、もう俺、うん、女子中学生のあのヒーローだから。すごいんだよ、もう。なんかちょっとね、うん、大丈夫かしら。なんでひなとかと間違われた。ひよことかさ、ほら、うん、よくさ、あの、お祭りでさ、喜ぶじゃん、子供たちが。そうね。それと同じ感じで喜んだんじゃない子供たち。あ、ぴよぴよしてるみたいな。俺がなんかぽよぽよだからそうなの。それを言いたかったのか。ほんとね、なんかね、来ててさ、うん、でもおはようございます、みたいなさ、うん、話になって、うん、
まあ喜んでくれてさ、うん、わざわざ立川からね、うん、まあ、結構かかるよ。いや、かかるよね。わらびどのぐらいかかるの？どのぐらいわかんないけど。1時間半とか。まあかかるよな。だからかかるよ。あの時間にいるんだから何時に出てきてるのかわかんないけどさ。そうだよね。まあとにかく朝から元気で、うん、で、まあ、あの他の人をやってるのを見てもらうっていうのはとてもやっぱ大事でさ、うん、それをやっぱやってほしかったね、うん、それでやっぱ気づくことあるって書いてあったじゃない、やっぱり、うん、そうね、うん、それはだから中だけでやってるのと、うん、違うことをもっと味わってほしいっていうかさ、うん、それもあったし、うん、で最後にはやっぱ一緒にステージ上がってもらってさ、うん、あのジングルの収録なんてもうすごい、ね、一発 OK ですもんね。一発 OK だよね、全部ね。あんなにね、後ろからなんで力強い、あ、声がね、うん、声が聞こえるのはね、うん、ないですね。多分ないよな、うん、いやもう多分一番ぐらい、うん、本当に素晴らしく、うん、一発 OK でできてね、うん、一緒にふるさとも歌って、うん、可愛かったね、本当な、うん、いや子供たちもすごいけど、やっぱりそうやって送り出してくれる親御さん、いやすごいよ、懐がね、うん、理解がありがたいよね、あってね、本当にありがたいことですよね、うん、まあ、本当こういう子供たちが全国に増えればさ、うん、もう最後にな、本当先週も言ったけど、うん、わらび市長にな、うん、立川から来てる場合じゃないよねって話したもんね、わらび市でもね作りましょうよっつってな、うん、だからおーっつってたけど、うん、本当はだから全国でこういう風になっていけば、うん、いや多分ね、うん、変わると思うよ、そうですね、うん、認識がね、子供の力はね大きいですからね、うんうん、なんかついついちょっとね、うん、いとも聞きたくなっちゃったしさ、うんそうですね。ね、ね、子供たちからの手紙ちょっと紹介、うん、全部紹介しきれなくて、本当ごめんね、うん。時間があれだけど、できなかったけど。はい、また、もしあったら紹介するし。うん、ね。そうね、コメントも、うん。そうだよ。そうね。YouTube だったら別に夜中になんないからさ、うん、いつでも聞けるし。うん、ね、なんかコメント書いてくれたら、ぜひぜひ。そうですね。うん。うん、聞いてね、うん、思うこと、本当素直に書いてくれていいと思うから。うん、お願いします。うん、ということで、はい、ちょっと先週の引き続きだけど、ね、はい、俺の子供たちの話させていただきました。はい。タツニー、あ、ユミネーの、俺がやらなきゃ誰がやる。さーて、じゃあ先週予告した通り、はい、共同公開収録 in わらびで歌ってもらったね、はい、潮風、うん、はい、チーム潮風の曲をかけたいと思います、はい、うん、それではヤマトで沈黙の月。
この思い伝えてほしい。お前と重ねたぬくもりを微笑みくれた眼差しを置き去られたあの日に戻って抱きしめることができたなら、裂かれた絆に寄り添う月を今頃お前も見上げてるだろうか。親の月と柿の実ひとつ交わした約束思い出させる。いつまで待ったら願いは届く、追いゆく定めに抗うすべなく、涙も枯れ果て乾いた心に命が尽きたら花は咲くでしょうか。月よ月よ、沈黙の月よ、二人をつなぐ一縷の光よ、どうかこの想い伝えてほしい。お前がなくした星月よ、途切れてしまった道のりを、置き去られたあの日に戻ってやり直す。これさ、うん、ユミネーム袖から見せたかな、あの、はい、今回は、うん、まあ、大和の計らいでね、ユミネーム、はい、踊りの、はい、日本舞踊の先生が一緒についたと、はい、で大和は、うん、その娘さんなんだよな。そうですそうですね、はい、でその娘さんが横で踊る、はい、それがなんか西崎、そうなのよ、流西崎流緑会っていう、あの西崎みどりさんのね、そうちょっとね、はい、あの、まあ、まあ我々が 縁があるって言っちゃおかしいけど、そうですね、うん、我々もうか、うん、縁があるっていうかな、うん、あの、まあ、俺の親父がやっていた必殺のテーマを歌っていた旅襲、うん、まあ、をね、旅襲という曲を歌っていたのが、うん、その西崎みどりさん、そうですそうです、でユミネが、うん、
ビクターのレッスンで歌っていたのも、そうなんですよ。その領収で。そうなんです。それでビクターに残ることになった。曲がそれだったから。だよね。はい。で、まあ、平尾正明が作った曲だよな。うん。なんとかな、これ、歌えないかなと思っていろいろやってみたけどな。うん、そうですね。まあ、ちょっとな、なんかあれなんだけど、まあ、西崎みどりさんっていうのは、事務所の近くにあるんだよな、うん。そうなんです。ね。はい。もともとね、なんかお母様がその西崎流の、うん、その流派の日舞のお師匠さんみたいな、うん、だったんだ。そうなんですよ。うん。あ、お母さんがね。はい。大きなお屋敷がありますよ。今も。で、それを西崎みどりが継いで、うん。そう、今も多分ね、うん、やってらっしゃると思います。まあ、歌もたまにちょこちょこ出てるみたいですけど、うん、踊りメインにしてるんじゃないかしらね、今。それで、今回の、はい、あの方は、はい、桜子さん、うん、桜子ちゃんは、うん、その西崎みどりの弟子なのか、うん、西崎みどりの弟子ってわけではないみたいなんですけど、やっぱりこの枝分かれが結構あるみたいで、ああややこしいな、なんかね、そうなんです。でもまあ一応ちゃんと継いでるらしいですよ、そのみどり会というのの継承者。おで佐渡島に、うん、あの伝統にこう見せられて、うん、向こうに移住しちゃったみたいですよ。あ、そうなんだ。そう、そこで大和さんと知り合って、うん、あの大和さんの横で踊ったりしてるって言ってました。いや、ほんと今回な、初めての試みでな、うん、ああやってやってみたけど、うん、まあ、ほんと客席から見てる人からすると結構華やかで良かったという意見はたくさんもらってた。うん、よかったですよね。うん、なんか面白かったね。うん、あとほら、あのバイオリンのゆかちゃん。あ、そうね、一緒にな。よかったね。上手。バンドでいつもやってるらしいけどね。うん。バンドのメンバーとして。うん。だから。すごいよかった。スタジオ録音版にはちゃんと入ってんだよね。うん。で、今回は特別に、うん、あのメインのオケの、うん、バイオリンを抜いて、うん、それで生で歌うという、うん、歌うじゃない、うん、演奏する、演奏するっていうね、ということをやって見たんだよね。うん、よかったですよ。まあ、これもね、うん、やっぱ生はいいよね。うん、すごいよかった。バンドで普段はねやってるから、うん、まあそういうのがいろいろ出てて、うん、しかも踊りでな、うん、でしかもこの曲っていうのはさ、うん、寺越事件というね、はい、もうあの金沢で公開収録もやったけど、はい、あの時に、うん、寺越さんの話をしてくれた、うん、まあ、ご兄弟、いとこね、はい、3人いて、うん、まあ、あの頃は本当3人いたんだけど、まあ、うん、北野さんって真ん中の方がね、亡くなっちゃったんだけどね、うん、で一番下の内田さんという方と大和がまあとっても親しくなって、はい、それで曲を作るって話になって、うん、それから歌ってんだよね、うん、ドキュメンタリーでもありましたよね、うん、沈黙の月っていうね、そう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 、なんか寺越事件あっちのね、うん、金沢の方の曲が作ったね、うん、まあ、お母さんがね、そうなんですよね、その息子に会いにまあ平壌に通うんだよ、そうなの、まあ、しかも息子はさ、うん、拉致じゃなくて、うん、あの北朝鮮に助けてもらったっていうふうに言うんですよね。まあ言わされてるんじゃないかというふうになるんだけど、うん、結局それをノーと言ってしまうと、うん、まあ、たけしが殺されるかもしれないという思いがやっぱりあって、うん、もうそれ以上のことはできないんだよね、うん、でお母さんはやっぱりもうひたすら通うということになるんだけどね、うん、そう、まあ、それをテーマにしたタイトル、はい、うん、沈黙の月ということで、はい、うん、まあ、今回ね、うん、大和が披露してくれたということです、うん、よかったですね、うん、まあ、もうね、チーム潮風だから、まあ、これはいろんな地域でまたね、はい、聞くことができると思うし、うん、ぜひ皆さんも生でね、はい、聞いていただければいいかなと思います。はい、
タツネイ、ユミネイの俺がやらなきゃ誰がやる。さーて、ここで、はい、我がチーム潮風の歌姫の登場です。はい、それではさやでウェイトはホワイル、その日を信じて。さやでした、はい。うん、なんかフラダンスの先生が踊ったじゃないですか、うん、そうね、あの
フラダンスってすごいなって思ったんですよね。なんかさ、ちゃんとこの言葉になってるんだよね。手話じゃないけど。ああ、そういう感じね。そうそう。その日を信じてとかさ。表現がね。そう。うーん、あれ見てて、ああ、なるほど。これ、結構、なんていうのかな。うん、通じるなってすごく思いました。日本舞踊とは全然違ったよね、やっぱね。そうですね。うん、そういう感じはあった。綺麗だった。そして、なんかもうゆったりしてて。そう、ゆったりしてたね。うん、まあ、この曲に合ってたね、やっぱね。うん。いや、難しいんじゃないかなって、さやとも話してたんですよ。うんうん、この曲に。ね、そう。うん、と最初、タツに、ほら、なんか、フラダンスの先生のことをさ、うん、ベリーダンスの先生って言うから。なんかこうさ、ボイーンっていうのが来てさ、ジュン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 、なんか、常磐ハワイアンセンターみたいな。もうさ、うん、それ大丈夫って思ったの。さやの曲に、そんなさ、上半身裸みたいな人がさ、出てきちゃったら大変じゃんと思って。ベリーダンス本当にみたいな。腰に鈴とかついてるやつじゃん、それみたいなさ。そうそうそう、大丈夫なのって思ったら全然違うじゃないですか。そうね。フラダンスよ。いや、なんかすごいゆったりしてて。うん、よかったね。うん。いや、面白かった。ちょっとだから、さやだけは、毛色が違うな、感じだったけど、うん、もうとても面白かったよ、これも。うん、そうね、うん。そうそうそう。綺麗でしたよ、いろいろ。本当だね。うん。うん、よかった、ね。華やか。あとね、うん、チャンスがあれば、また、こういう企画もいいかなと思いました。ね、はい。はい、タツ姉、ユミ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さて、今日の家族の絆だ、はい、今日は、はい、1971年に失踪した、はい、うん、山下綾子さんのいとこの方で、はい、長島清さんからの呼びかけを聞いていただきます。はい、綾子さん元気でいるのか。いとこの長島清氏は必ず助けに行こうから、それまで元気で頑張ってくれ。よろしくお願いします、という呼びかけなんだよね。でこれ山下綾子さんっていうのはさ、はい、これとてもいなくなってる人に多い職業の一つの看護師さんなんだよ、うん、あ、曽我さんとかもそうでしたもんね。そうそうそう、看護師さんはまあいなくなっていると、うん、でいなくなった場所は、はい、愛媛県の今治市。おお、今治、うん、あのタオルで有名なね。そうだね、タオルで有名な今治市なんだけど、うん、お勤めしていたのは病院で、うん、まあ、いなくなる日もね、うん、自転車で、はい、出かけるんだよ、うん、で自転車でね病院に通ってたんだって、うん、ところがその自転車が置いてあったのは、うん、今治駅だったわけ。駅、病院じゃなくて駅に、うん、発見されたのね、うんうん、で普段は使わないわけだ、もちろん、うんうん、自転車で病院行ってたからね、はい、でしかもだよ、うん、そのいなくなる1週間前に、うん、病院は自分で辞めてたの。え、もう辞めるって言ってたんですね。うん、もう辞めちゃってたわけよ。だからそれは家族に内緒で、もちろん貯金通帳とか印鑑なら全く手をつけてないの、うん、ちょっと不思議でしょ。そうですね、うん、どっか行くなら絶対お金も必要だし。もちろんね。ねえ。で、まあ、電車に乗ってちょっとどっかに行くつもりだったのに、うん、行った先は違ったとかさ、うん、どっかに連れて行かれちゃうとか、うん、まあ、自らの意思でそこまでは行ったけど、うん、そっから先が、うん、まあ、自分の思ってる通りじゃなかったとかね、うん。もちろんそういうこともあるね。仕事も辞めてなんかどっかに行こうと思ってたにせよさ。うん、うん、だそれが自分の意思でさ、うん、こうちゃんと やめるということを伝えたりとか、そういうのがもうちょっとはっきり分かってないんだけど、うん、まあ、いろんなことが考えられるよね。そうですね、うん、で不思議ですね。ちょっと不思議な
いなくなり方、うん、でまあ、なかなか一緒に活動してくれる方がいなくって、うん、まあ、いとこのねこの長嶋さんという方がやってたんだけど、うん、実はその長嶋さんも、うん、まあ、亡くなられてしまって本当にもう探す方がいなくなっちゃうんだよね。ちょっと苦しいよね。そうですね、そんな人がもうねどんどん増えてくると思う。そうですよね、もう本当にどうにかしないといけないのに。本当だね、今日は1971年にいなくなった山下彩子さんのいとこの方、長嶋清さんの呼びかけを聞いていただきました。はい、アツ姉ユミ姉の俺がやらなきゃ誰がやる。さーて今日の最後の曲になるけど、はい、共同公開収録のフィナーレでみんなで歌った曲、はい、ふるさとを聴いてください。はい、必ず迎えに行きます。それまで勇気を持って希望を持って待っていてください。今日もエンディングになっちゃったよ。はい、うん、これ最後にみんなでさ、うん、ふるさと歌うじゃない、はい、まあ、もちろん今回子供たちが入ってたからね、うん、すごい大きな声でね、うん、歌ってくれてよかったんだけど、うん、これさ、はい、感想でセリフ言うじゃない、うん、あ、はいはい、あれがね結構いいって話なんだよ、うん、
あら、そうなんですか。うん、ありがたい。やっぱまあ三人ね、さやと、ゆみねと、ヤマトで、こうセリフを言うんだけど、北朝鮮で助けを待っている日本人の皆さんと、あなた方のことを私たちは決して忘れてはいません。で次ゆみねだよな、日本のたくさんの皆さんが、そう願っています。なんかちょっと足りないか。このセリフはタツニーが考えたんじゃなかったでしたっけ。そうでした。それなのにもう忘れてんの。ね、それで必ず迎えに行きますと、最後な、やっぱ山でもこう力強く、それまで勇気を持って希望を持って、待っていてくださいと、意外とね、子供たちのね、語りに負けないぐらい、あら嬉しいですね。それは結構いいこと言ってくれるんだよ。まあ回を重ねるごとにね、私たちの思いも強くなってきてね、感情の入れ具合がようやく分かってきたよな。そうですね。あとは間とかタイミングとか、それやっぱりとっても大事だから、最初全然ダメでさそうなのよね、いやもちろんそれは言えばいいって話じゃないわけじゃん、この間とか、まあもちろん歌手だから、その感情面ではとても多分表現力があるはずなんだよ。ところが、大抵こういうの渡すと、ほぼ棒読みになりがちだよね。それがこう、ここのところさ、こううまく感情に乗っかって、いい間と、タイミングで、3人がさ、まあ、ワンコーラスだよね、ちょうどね、それをうまくちゃんと、配分して、できてるっていうのさ。そう、なんか結構さやちゃんも結構溜めて喋るじゃないですか。そうそうそう。で、私も感極まっちゃって結構溜めちゃうと、なんか山本さんの場所が、そうね、ちょっとキュッとなってしまって。いや、それでいいと思うよ。で、ちょっと山本はね、一番ツッコミ、が、早い、ちょっと早く喋りすぎなんだよ、というところがあるんだけど、ちょうど2人がこう溜めて溜めて溜めてくるから、要は喋る場がなくなって、ちょうどよくなるんだよじゃあまあいいっていうことですね、いいと。ならよかったです。でも何演歌歌っててもそうだけどさ、やっぱ溜めて、まあ、ちょっと半拍でもさ、遅れて出ることあるじゃない。あれがいいんだよね、あのセリフには、今度はい、SS で俳優デビューするからね。あ、デビューはしたんだな子供たちと一緒に。そうです、そうです、ね、もう40年前に。どうしましょう、40年とか言わない聞き逃さないよ、あたいのこと。セリフあるよ、セリフ。あ、どうしましょう。しかもハングルだよ。ちょっと大丈夫かなこれはまあもうちょっと進捗をみんなな、楽しみにしていただいてちょっとなんか大丈夫かしら。撮影間近きね、来るよ来るよって何がなんかね、怖いな、はい、頑張ります。はい、はい、でお便りあるかな。はい、ももかさんから来てますよ。はい、市長のメッセージ良かったです。あ、先週の聞いてね、いつもいただいて、声もいいし、あ、声良かったよ、心からのメッセージが伝わってきました。立川七中も力強い魂からのメッセージをありがとう。あ、ね、あなたを忘れないは練習していないとは思えないぐらい素晴らしかった。あ、そうだよ。この歌聞くと泣きそうになります。わらびがこれまでで最高だったことが分かりました。あ、っていうメッセージ伝わったね。ねえ、よかった。先週のことね、いや本当ね、なんか YouTube かなんかでさ、何ライブ配信とかね、こうできるようになるといいんだけどね、なかなかお金がなくてさ、なんかできないんだけど、まあ全国の皆さんにもやっぱいろいろこういうのを見てさ、感じてもらうチャンスができればいいかなと。そうですね、思うよね、どうせならね、やってるんだから、今はまあもちろんこれ全国回ってその土地土地でやるっていうのはとても意味があるけど、やっぱライブで見れた方がいいよな。
そうですね、うんうん、いう感じがしました。はい、うん、ありがとうございます。いつも、うん、ありがとうございます。ということで、それでは皆さん、また来週。タツニー、ユミネーの俺がやらなきゃ誰がやる。この番組は全ての日本人拉致被害者救出のために活動する特定失踪者問題調査会の提供でお送りしました。